京都の語り部、世界を旅する YouTuber、岸です。今日は南座の感激の後、午後の お茶をしにですね、キエフさんというお店に参りました。1972年創業でございます。ここはもう、皆さんご存知のように、加藤登紀子さんのお店ということになっております。はい、それで2年前には創業50年をお迎えになられたと。毎年2回ほどですね、ここのお店で、加藤登紀子さんライブをされまして、ライブとディナーのショーがあります。私も何度か来たことがございまして、そういうお店でございます。はい、今日はアップルパイと、ロシアンティー、これをいただきに、上がりました。ロシアンティーはご存じのように、いちごジャムが入っておりますね、そういうものです。はい、それこれご覧ください。京都の街が一望できます。このように、鴨川ですね、美しいです。雨がちょっとやみましたですかね。こちらは北座と言いまして、昔は、京都の市場、北の芝居というのと南の芝居というのがありまして、北の芝居、後に北座と呼ばれるようになりましたけど、それは早々に、小屋としては、なくなっていると。それで今はお土産屋さんがたくさん入っているというようなお店になっております。そしてこちらですね、ちょっと見づらいですけど、左を見ますと、ずっと左を見ますと南座ということになります。はい、はい、それでは出てまいりましたものですね、アップルパイに、このアイスクリームが添えられておりまして、さらにイチゴもあるという、イチゴと、そしてこのブドウですね、これがございますね。これで、ただいま頂戴いたします。アップルパイにアイスクリームを添えたもの、これを何というかというと、アップルパイアラモードというふうに申しますね。このようになっております。この機種ですね、実はここにキエフがオープンしました当時から、たびたびお邪魔しているお店でございます。このジャムのことをですね、先ほどいちごジャムと言ったんですけど、実はいちごではございませんですよ。これね、バラの花びらだそうでございます。それでここのこの紅茶の中にですね、パッと入れていただきます。ちょっと入れていただけませんでしょうか。そうするとですね、バーッとですね、これがですね、バラのジャムです。バラの。はい。香りがね。まあ、いちごもバラカーでございますからね。同じようなものかもしれません。しかし、ミート花びらでは違うかもしれません。うん、はい。ということで、今日も新たな学びがあったと。ここのジャムはイチゴジャムではなかったということが、50何年を経て、学びを得たということでございますね。これはお恵みでございます。はい、ただいまから頂戴したいと思います。こういう、すごい美味しい紅茶が、西側の窓でございますが、
西側から若干左を見ますと、このように南空があるという、こういう位置関係でございますね。はい、今日も美味しい、午後の紅茶をいただきました。ごちそうさまでした。南座の帰りに、お茶屋さんの志賀屋さんに寄らせていただきました。この立ち雛、これが飾ってございまして、いかにも京都らしい感じでございます。このお雛人形はですね、旧暦のお雛様の日まで飾っておくというのが、再び最近はブームになっているそうでございます。昔はですね、一頃までは、大変でかな、まあ、珍しいというか、言い伝えが、にわかに起こったんでございますね。3月3日を過ぎていつまでも飾ってると、お嬢ちゃんが お嫁に行けませんよ、みたいな話になってたんですけど、そんな話は今までしたらですね、とんでもないことになります。私は今は昔語りで喋っただけですよ。よろしくお願いしますね。ジェンダー論にかかってるとかおっしゃるのでください。はい。それでは、楽しかったです。はい。ひぬやさんでございますね。こういう感じでございますよ。はい。それじゃあ、今日もごきげんよう。